やれやれ、姉貴のタバコ嫌いにも参ったもんだ。すまんな、昨夜からカリカリしとるんや。気にせんでやってくれんか。秀吉兄さんはいつ頃からタバコ？戦後すぐや。最初はタバコを転がしとってな、自分の売り物に手をつけてしまったわけや。じゃあ姉貴と会った時にはもう吸ってたわけだ。姉貴には随分やめろやめろと言われたでしょう。わしが聞く耳持たんもんだから、あれももうすっかり諦めよった。やはり男は強情でなくてはあかんな。普段はそこまで短気じゃないや。いや、普段はもっと大柄なおとなしい女なんやで。毎年毎年この日になると人が変わりよるんや。そうなんですね。俺らがよく知る昔からの姉貴そのものに見えますがね。そうや、後ろ宮家のエヴァに戻るんや。でもそれはわしと一緒のエヴァとは違うんや。まあカリカリする気持ちもわかります。今回の親族会議ね。そやな、あのクラウス兄さんから金を脅し取ろうっちゅう計画や。親族会議なんて名ばかりの、これはただの兄弟喧嘩や。私も、そしてルドルフ君も社長や。社員の生活を背負っとるみや。ローザも社長ですよ。ま、道楽ですよ。そうやな、失礼。つまりわしらは誰もが背負うものを持っとるっちゅうことや。俺も幹部連中の前で啖呵を切った以上、土下座しても泥をすすってでも彼を引っ張っていこう。お互い様や。わしもわしを信じてついてきてくれた社員たちを裏切れん。それこそクラウス兄さんの首根っこをひつかんででも金を引っ張り出さんといかんのや。姉貴は昔っから兄貴とは犬猿だ。その兄貴と全面対決しなくちゃならねえんだから、そりゃカリカリもするだろうな。やっぱりエヴァはクラウス兄さんとは昔っから仲が悪かったんか。本人に話しませんか。そりゃもう盛大に。昔の話は聞いても話してくれんのや。思い出したい話がないんやろな。姉貴は昔っから要領も良くて頭が良かった。成績も良かった。それに比べ兄貴は凡
存在だった。ただそばにいるだけでも十分にプレッシャーだった。兄貴はわざわざそれを誇示して兄貴を追い詰めていた。アホやな。なんでそない敵がしむき出しで追い詰めるんや。そういうのは要領がいいとは言わん。確かに兄貴は女に生まれたことを悔やんでた。だが男というだけの理由で当主を継ぐことが決まっている兄貴が多分許せなかった。だから断るごとに自分の方が優秀であると親父に誇示していた。お父さんは古いタイプの人や、男女には差別的な価値観を持っとった。自己顕示の強いエヴァは少々嫌われてたんとちゃうか。女の学力は紅茶の砂糖にも似ていると思わないかね。ないのも味気ないが、過ぎれば紅茶の味わいを大いに損なう。
女の学力は紅茶の砂糖にも似ていると思わないかね。ないのも味気ないが、過ぎれば紅茶の味わいを大いに損なう。それはどういう意味よ、兄さん。男には男にしか務められないことがあるように、女とて女にしか務められないことがあるんじゃないかね。子を産み育て一家の主を支えるのは女でなければできぬ務めだと思うがね。女には勉強や仕事をする必要がないと言いたいの？そこまでは言わんよ。無学な女など話していても疲れるだけだ。だがあまり頭が良すぎる女はもっと疲れる。お前のように自己主張の激しい女では未来の夫もさぞや苦労すると思うのだがね。女は結婚して夫の陰にいろとそう言いたいの？余計なお世話よ。お前が親父殿を尊敬していて、その娘としてふさわしくありたいと思う気持ちは我が妹ながら見上げたものだよ。私にも尊敬できることだ。気持ち悪い。何が私よ。この間まで俺だったくせに、もう当主気取りなの？当主は私が継ぐことに最初から決まっている。にもかかわらずお前は自分も当主になれるかのように錯覚して、無駄かつ暴走した努力をしているに過ぎんのだよ。暴走した努力ですって？私が大学院に進みたいと言い出すのがそんなにもおかしいっていうの？ああ、おかしいね。お前は確かに栄光ある後宮家の長女だよ。やがてはその家紋を背負って父にとって最も価値ある相手と婚約することになるだろう。だがそこで求められるのは過剰な学識ではない。夫をいたわる優しい気持ちと家事能力、そして一家の長を立てる控えめな態度だ。お前にはそれが完全に欠落している。それは後宮家の令嬢として果たしてふさわしいことなのかね。私は真相の令嬢のつもりなんかないわよ。お父様の仕事を手伝ってあげられる最高の人間でありたいと思っただけよ。ならそれは後宮家令嬢としてふさわしくあるべきではないのかね。お前と来たらなんだね。いい年をして未だに男勝りで、家事炊事はおろか男を喜ばせる化粧一つ身につけていないじゃないか。最近は喧嘩の稽古までしてると言うじゃないかね。失礼な。喧嘩じゃないわよ。武道は心の修練に最適なのよ。それに叱るべき場に出るときは十分女として気を使ってるわよ。何が言いたいのよ。女は男に仕える奴隷であれと、シャシャリ出るなと、そう言いたいわけ？それを認めるのはエレガントではないが、お前の勘違いを正すには少々毒のある言葉も必要かと思う。だから言い切ろう。女は男に仕えるために存在する。そして男は女を養うために存在する。女の仕事は男の背中を守り、家庭を守って子を育てることだ。それは本来言葉で気づかされることではない。おのずと気づくことだ。しかしお前はいくつになってもそれを自覚しなかったな。だから社会に出る前に兄である私がその誤解を解くのだよ。感謝してほしいものだね。それは全ての女への侮辱よ。いや、いいえ、私は自分のことを女だと思ったことなどないし、女だからと甘えたことなど一度もない。私のどこが兄さんに劣っているというの？成績も経歴も何もかも私の方が勝っていて、ただ男である以上の何も持たない兄さんが私の何を見下せるっていうのよ。身の程をわきまえているか否かだよ。私は次の当主としての心構えを日々養っている。それは将来必ず必要になることだ。だがお前は違う。突に後宮の席を失うことが決まっているくせに、見る必要のない幻を見ている。何がそんなに不満なんだ。仮に男に生まれようとも当主を継ぐのはお前ではないだろうに。お前は何がそんなにも不満で私に突っかかってくるのか。何が不満かですって？兄さんはいつも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 自分は当主跡継ぎだからと私を見下して、そのくせ
何事か想像し、沈黙を尊ぶのは神だけではないぞ。お父さん。お父様。フラウス、また兄弟喧嘩か。お前にはなぜに弟や妹たちを率いる貫禄が宿らぬのか。情けない。長男が聞いて呆れるぞ。申し訳ありません、お父さん。お前に足りぬのは貫禄だけではない。まだまだ足りぬ。何もかもが未熟だ。にもかかわらず一人前を気取っておる。それを語るには100年早いことを肝に銘じ、研鑽に努めよ。わしをこれ以上息子の不出来で嘆かせるでないぞ。はい、お父さんの後を継ぐにふさわしい人間になれるようさらに努力します。教えてください。私の何が劣っているというのですか。私はお父様の名に恥じない人間になれるよう今日まであらゆる勉強と努力を重ねてまいりました。どうか私にも何が劣っているのかお教えください。私はこれ以上何を身につけたならお父様に認めていただけるのですか。またその話か。お前には何と言えばわかるのだ。お前に期待していることなど何もない。女は女らしく料理や裁縫を学んでおればいい。貴様には女の心構えがないのだ。夫に仕えようとする気心が、男に尽くそうという懐疑しさが全く感じられぬ。何のための女なのか。後ろ宮家の霊場であることを自覚しておるのか。なのに学びたがることは男の真似事ばかり。お前の役割はクラウスの真似事ではないのだぞ。お前には自らの役割が分かっているのか。私は後ろ宮家の人間としてお父様の名に恥ずかしくない。その時点でもう間違っておるわ。貴様の役割は家を出て嫁ぎ、わしにとって有益な男を連れてくることだ。そして夫に尽くし、子を産み増やせ、夫の一族に褒めたたえられる良妻であれ。お前に男を喜ばせる何ができるというのか。茶の作法があるというのか。料理の才能があるというのか。何もない。お前がやっているのはみんなクラウスの真似事ばかりではないか。後ろ宮家はクラウスが継ぐ。お前がそれに不満を唱えるというのなら、それはこの私に逆らうということだ。お前は我が娘でありながら父の言うことを聞けぬというのか。出て行け。感動だ。お前に後ろ宮など語らせん。感動だ、感動だ。のお父さん、しっかり落ち着いてください。源氏さん、水を持ってきてもらえますか。はい、ただいま。エヴァ、席を外せ。本心ではないぞ。私がなだめておく。感動だ。私の言うことが危険なら感動だ。